ヨモダファッキンクレイジー言われてますね。ダッキンクレイジーやばいですねこれ。さあさあ差し返しの形、さあダダダド、さあダダドね、このサードとやっぱり同キャラ嫌がるプレイヤー多いですからね。そうですね、お互いに火力が一緒、リーチも一緒と、何が起きるか分かりません。ここまで落として押しているのは天ぷら、上からここは EX ショート赤ブドウロー、あとちょっと遅かったか。さあおそらくキャンセル効果までケアしての遅らせだけだったんですけども、遅らせすぎました。ショートスイングが減るんです。さあただラウンド取られましたが落ち着けと、ヨモダ落ち着いております。ここはここから、さあこの画面端垂直、ここからせ EX ショートは赤ブロー、大ケーマシンガン EX が出なかったですが、今しゃがみチューブをくぐりましたね。そんなこともあるんやなと、中性能まあ一受け、さあ大きい攻めどうする、 EX ショートコーク、そして寝かせてタク、カニが刺さり、さあ使って倒すと、倒せば相手はゲージはない、ヨモダ優勢。ショートにカニが刺さる、すごいこと、ダードは飛んでいる。さあショートスイングの応酬、終わっ、さあ台形、さあ台形のユリフレーム、さあ置き台形からカニパン刻んでゲージ回収がすごい、ガードしているが赤ブロでやったのか。さあガード待ちげ、カニ、このカニはでかい、カニでかい、そしてさあ置き攻めどうする、垂直割っていく、ここまでだとただ確かに、さあお互い5分、体力も5分、ゲージも5分、キャラさんも5分、すべてが5分です。大剣、さあどこで当たるのか、カニもガード、タシュパン、おと大剣 EX ショー、勝ったのは天ぷら。